狼ゲームアナザー続きからやっていくよ。もうなんかちょっとテンション上がってる。多分ちえちゃん生存ルートだと思ってます。まあ、続きやっていこう。いや、これは仮ロストだから、仮ロスト。まあ、りっちゃんがちょっとかわいそうだよな。確かにワンチャン助かる可能性があったってのは言えてるからな。うん、ちょっとライフ回復しとこう。回復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 。オッケー、行こう。通称費して進む。理解できんな。リスとは数日前に会ったばかりの関係だろ。なのになぜリスって誰や、リスを助けるような真似をして、さらにそれほど潔く自分の処刑を受け入れることができる。てんてんてん。私にはこれまで友達と呼べる人がいませんでした。生まれてからずっと他人との間に溝のようなものを感じていて、ずっと死にたいって思いながら、今まではなんとなく生きてたんです。だけど、リツさんはそんな私に、溝なんて感じる暇もないぐらい、分け隔てなく声をかけてくれた。リツさんが私のことをどう思っていたかはわかりません。ですが、私はリツさんのような人と友達になりたいと思ったんです。友達なら、まず相手のために何かをするのが当然ですよね。いい子、ちえちゃん。それに、正直なところ、これ以上このゲームに耐えられる自信がないんです。もういっそ楽になってしまいたい。そんな気持ちなんですよ。だから、今私はもう処刑されてもいいと思っています。まあ、リツさんをゲームから離脱させられなかったのはすごく残念ですが。おやおや、何やらしんみりとした空気になっているようですが、皆さん今回の処刑対象は決まったんですか？はい、今回の狼は、私、小宮知恵で間違いありません。おっと、これは珍しいケースですね。まさか狼が自ら名乗り出るとは。お、それでは他の奴らも異論はないな。ああ、残念だけど異論はないわ。なんかすげえ後味は悪いけどな。すみません、知恵さん。俺のせいで。封印ですよ、雪成くん。それでは小宮知恵の処刑を開始する。皆さん、私は一足先にこの世を去りますが、どうか脱出目指して頑張ってください。健闘を祈っています。さようなら。いや、ちょっと演出が派手なだけで絶対死んでないと俺思ってるから。かわいい。めっちゃかわいい。お、剣を沸かせ。いや、無理ゲーすぎん？これもう中にはいないってことなのかな。いやいやいや。ちえちゃんの状況全くわかんないよね、これ。いやいや、あれちょっと、ダメだよ。本当に殺そうとしてないでしょ。いや、おい、やめろって。おい、うまくかわしてるけど。最後何さ。おふざけんなよ。ダメだよ、お前。おい、俺はもうちえちゃん生存で考えてんだぞ。ちょっと、血がちょろっと出るだけでしょ。おい、脳天じゃねえか。いや、嘘でしょ。何お前、ちょっと隙間に差し込んでんだよ、しっかり。棺桶の蓋の。いや。俺は信じないぞ。処刑完了だけど信じないぞ。嘘でしょ？ダメだよ。無事処刑が完了しました。まあ、こうね、死体を隠してる処刑は大体生き延びてる可能性高いから。知恵さん、必要ないとは思うが、一応答え合わせをしておくか。お前らが処刑したあいつは。ここで雪成たちがさ、その知恵ちゃんの処刑を止めたら雪成たちも助かったのかね。なんか、待ってくれって。これは、人が死ぬべきような、裁判じゃないと思うんだ、みたいなこと言えばさ。あ、じゃああったのかなって、思ったりするよね。これで死んでたら俺マジ激おこよ。お見事、狼でした。オッケー。皆さんの推理通り、小宮知恵さんが狼でした。は、俺にはあいつの行動が理解できんな。結局、律が目が覚めて生きていることがバレたら、命令違反で処刑されるだけだろ。殺さないという選択は、このゲームのルールにおいて何のメリットもない。確かにそうだけど、ちえちゃんは友達のリツちゃんを守ろうとして。はーい、しみりタイムは終わりです。ショーマが何かを悟そうとしてたよね。やっぱ黒幕か？りんたろー、みさきちゃん、ショーマの3人グループか？それでは約束通り今から脱出の扉を開く。さてさて、次こそ脱出できるのでしょうか。それでは脱出の扉をオープン。そして重たい音と共に開いた扉の先には、また新たな部屋が続いていた。ああ、扉の奥はまた部屋だね。はっ、なんとなく分かってはいたが、まだ狼ゲームはつくづくということか。お、美穂さんとか最後まで生き残ってんね、なんか。
みんな、とにかくまずは、リツさんを迎えに行きませんか？チエさんの言うことが本当なら、まだリツさんは生きてるんですから。ええ、それもそうね。チエちゃん、確か図書館の戸棚の一番下の段って言ってたよな。コツコツコツ。これ狼実は二人パターンで、チエちゃんじゃない、リッちゃん死んでるとかないよな。やめろよ。棚の一番下この引き出しのことかな。おい、リンタロウ、いくらなんでもそんな狭いところに人間が入るわけ。寝てる。爆睡しとる。棚の中から何か聞こえたわね。とにかく引き出しを取り出してみましょう。いびきでかいな。うう、重い。ごそごそ。入っとるー。かわいい。めっちゃかわいい。もうなんか、拾ってきた猫みたいな感じだね。リッツさん？消費して進む。もうどういう状況なんこれって感じだな。本当に引き出しに入ってたな。リッツちゃん猫みたいだね。かわいい。リッツさん、リッツさん、起きてください。ああ。おい、やめろよ、チエ。そんなに食えねえって。いっぱい食べたんだろうな。てんてんてん。リッツさん、起きてください。ふわ！なんだよ、雪なりか。脅かしやがって。あれ？他のみんなも。もしかして、何かあったのか？っていうか、どうして私、こんなところに。ひょっとして、何も覚えてないの？眠らされる前のこと。眠らされる前？うん。あ、もしかして、チエ？さては、あいつ、ケーキに何か仕込んでやがったんだな。おい、どういうつもりだよ、チエ。もしかして、今回の狼はお前。ごめんな。で、あれ？チエのやつ、どこに行ったんだ？それは。俺たちは今回の裁判のことをリツさんに話した。そんなことが？はい。これ、このチエちゃんの勇気ある行動でみんなが気づいてくれたらいいよな。チエさんは、リツさんだけでも助けようとして。チエ。へん、バカだよな、チエのやつ。ドジ踏んじまいやがって。そんなことより、新しい脱出の扉が開いたんだろ。なんか気丈に振り舞ってる。振り舞ってるって言った。噛んだ。振る舞ってるね。え、ああ。まだ確認はしてないけど。だったら早く見に行こうぜ。今度こそ外に出られるかもしれないし。私、先に行って確認してくる。泣いてなさては。なんか俺も泣きそうになってきた。リツさん。確かに、あいつの言う通りだ。ここでグズグズしていても、状況は何も変わらん。俺たちの目的は、ここから脱出すること。それ以外に道はない。そうだな。それじゃあ僕たちも、開いた扉の先を見に行こっか。コツコツコツ。チエさん。いや、生きてるって、多分、ソシロさんだ。いや、まさか生存者が見つかるなんて予想外だね。はい。え？いろいろ教えてもらわなくちゃ。ガチャ。という状況？どうもどうも、はじめまして。警部の神崎と申します。一条です。早く家に帰りたいんですけど、チエちゃん。まあまあ落ち着いてください。すぐに終わりますから。一体何なんですか？僕たち、どうしてあなたに、ん？どうしてもあなたにお聞きしたいことがあるんですよ。小宮千恵さん。これ過去の話か、狼ゲームの。宗四郎さんたちが同時進行で目線進んでるわけじゃないんだね。てか、りっちゃんは知るのか。もうなんかこれ悲しすぎん。昨日、郊外の森であなたが倒れていると通報がありました。あなたは13人の行方不明者のうちの一人ですよ。13人って言ってるよ。13人。あ、いいのか。あれ？写真16だったよね。あれ、でも連れ去られたの15だよね。あれ？なんかよくわかんねえわ。とりあえず、凛太郎と美咲ちゃんは黒幕ってことは正しい。あんな場所で一体何をしていたんですか？それは、殺し合いをさせられていました。何？殺し合い？あ、私は誰も殺してませんよ。本当です。神様に誓っても嘘ではありません。あ、いやでも、狼裁判で投票はしてたし、私もみんなを処刑したことには変わりないのでは。どうしよう。やっぱり神様に誓うのはなしでお願いします。かわいいな。ちょっと落ち着いてください。殺し合い、狼裁判？一体何の話をしているんですか？それは、ちゃんと順を追って話せ。ひひひ、怯えてる。すいません。椿ちゃん。もっと優しく、彼女が萎縮しちゃうでしょ。すいません。私、ああいううじうじしたタイプは苦手で、ひどい。知恵さん、ゆっくりでいいので、詳しく事情を教えてください。話を聞かせてもらったら、すぐに自宅までお送りしますので。なんて優しそうな人、おい、コロッと言ったな。わかりました。全部教えます。しょげるな。りっちゃんも死ぬんか。みんな反省して助かると思ったんだけど、やっぱ知恵ちゃんだけなのか。なるほど。
あなたは狼ゲームという謎の殺し合いゲームに参加させられていたんですね。それであなたはそのゲームのルールに負けて処刑されてしまったと。はい。じゃあどうしてあなたは今こうして生きてここにいるんですか？それは私にもわかりません。ですが私が建物から出される直前、黒幕みたいな人が言ってたのは、あなたは脱出の条件を満たしたと。脱出の条件？それって意味はわからないです。ただそれだけ言われて、そしたら何かで眠らされて。そうですか。警部、今回の行方不明事件には、狼ゲームというものが関係しているみたいですね。そうだね。やっと大きな手がかりをつかめた。早く詳細を調べて、まだ生き残ってるかもしれない人たちを助けに行かないと。はい、それではすぐに捜査に。うん。私は、家に帰してくれるんじゃ。ああ、残念。もう少しだけお話を聞かせてもらいたいので、もう少しこのままここにいてもらいますね。そんな、引きこもれないね。どんまい。これさ、ちーちゃん大丈夫なのかな？薬の売買バレなきゃいいけどね。消費して進む。てか、ちーちゃんすごいよな。警察に囚われてるのに結構堂々としてるね。麻薬の売人なのに。リツさんを助けた後、俺たちは新しく開いた部屋に向かった。ゴツゴツゴツ。に、うわ、むごい。最後の部屋、あれ？あ、いいのか。最後の部屋はこれか。これは、扉を抜けるとそこは電車の車内のような奇妙な部屋だった。こんなに血みどろだった？もういや、今度こそ出られると思ったのに。この部屋は電車みたいだね。なんか全体的に赤くて不気味だな。これは人形？一人の男が母親らしき人を後ろから包丁で刺している。ゆうやだ。その母親の腕の中には子供が抱えられている。この光景は、見たことがある。5年前にあったあの事件。でもりっちゃん記憶なさそうだよ。でも誰が何のためにこんなこと。ん？何か落ちてるわね。この光景を見て何かを思い出すか、それとも気づくか。ゲームの真相にどんどん近づいているみたいだね。この光景、つまり電車の車内、そして包丁で女を刺している男。あ、この人形ボタンがついてる。押したらどうなるのかな。勇気ある。えい。あ、おい、そんな急に押したら何が起きるか。ザザザ。なんだ、音が鳴ってるぞ。どうやら人形のどこかにスピーカーがあるようだ。ザザザザ。あ、ゆうやだ。僕だよ、ゆうやだよ。どうして何も言わないの？また僕を一人にするの？ザザザザ。そうか、寝ちゃったんだね。懐かしいな、こんなこと言ってた。ごめんね、痛かったよね。大好きだよ、お母さん。うわ。そう言うと音は途切れてしまった。この人形、自分のことをゆうやって、そう言ってたよな。それに、包丁を刺している女性のことを、お母さんって呼んでるね。ということは、ゆうやは母親を殺したのか？女性を、しかも母親を殺すなんて、ゆうやはクソ野郎だな。もうひどい言われよう。それにしても、この人形と部屋、これは何かの状況を再現しているのかしら。みんな本当に記憶ないの？電車、ゆうや、母親を殺す。まさか、思い出した、コウ君が。あ、もしかして何か気づいたの？あれ、そこで黙り込むの？いや、教えてよ、みんな気になるよね。気になるわ。もしかして、りっちゃんも何か気づいたの？あの二人も何か気づいたようだ。この電車内の光景、俺も知っているぞ。今思えば、あの血のついた女性の服も覚えがある。やっぱりこの狼ゲームは、あの事件に関係しているのは確実だ。じゃあここに集められた人たちの共通点って、自分の記憶が徐々にこのゲームの核心に近づいていくのを感じた。その時だった。なんだ。うわぁ、クイタ、次の狼を決定する。もうまたやるの？いい加減これで最後にしなさいよ。てんてんてん。てんてんてん。お、気づいてる人は何か気づいてるのか。翔馬は何なんだろうな。とりあえず今はまず目の前の脅威から生き延びなくちゃ。どれにしちゃおうかな。右から2番目か、左から2番目か。もう左から3番目か、右から3番目か。もう左！今右タッチしたな。なんか俺毎回タッチするとこずれるんだけど。なんで？何かな？おー、羊！なんか、雪なりぬるゲーだな。よかった、羊だ。ということは、俺以外の5人のうちの誰かが狼か。これ2人パターンあんのかな、また。いずれにせよこの人数しかいない。殺される可能性はかなり高い。正直、もう精神的消耗がかなり激しい。あ、またあれやる？休憩タイム。
俺は言葉少なくその場を離れてる丘に出た。その時俺はひどく疲れていた。少しでもいいから横になりたいと思った。どこかに隠れて少しだけ眠ろう。俺は図書室の本棚の陰に隠れて少し仮眠を取ることにした。しかし電車で女性を殺す男、あの光景はやはり見たことがある。すると、この狼ゲームの正体は、あの事件に関係しているのか。そんなことを考えながら俺は眠りに落ちてしまった。あれ、大丈夫これ。てんてんてん。お、ともや、やめて、やめてよ。僕が何か悪いことした？もうやめて。あ、もう誰かあいつら止めたら？さすがにやりすぎでしょ？泣いてるじゃん。でかい。身長高いよ。お前最近新しい転校生の友達できたからって調子に乗ってるだろ。なんだよ調子って。おいこいつ、泣いてるぜ。なんかクズだな。小学生って特にだよな。なんかこう、物事の善悪がわからないっていうのが結構あるよね。ともやくん。あ、お前の唯一の友達の転校生が来たぞ。おい転校生、お前こいつの友達なんだろ？じゃあお前も一緒に俺たちと遊ぶか？俺は、どうしよう。ちょっと用事があるから、またね。とっと。ああ、見捨てられちまったな。せっかくできた唯一の友達だったのに。はははは。いやー、そんな目で見ないでくれよ。そんな、ゆきなりくん、どうして。これゆきなり攻めれないよな。あ、学生時代のゆきなりだ。は、あれ、ここは。あ、ともや。おい、ゆきなりくん。え、君は、もう、また寝ぼけてるの？僕だよ、ともやだよ。え、ともやくん？なんだ？これは、やっぱともやは死んでるのか？ともや出ると思ったら記憶だけで出てきただけか？なんでともやくんが？そんなに驚いてどうしたの？僕の顔に何かついてる？そういうわけじゃないけど、君はあの時、もう変なこと言ってないで、早く学校行こう。学校？うわ、なんで俺制服なんて。もう、今日のゆきなりくん、少し変だよ。あ、ゆきなりくん、後ろ髪、寝癖ついてるよ。もういい嫁か。え？さては、今日も起きるのギリギリだったんでしょう。どうせゆきなりくんのことだから、夜更かししてゲームしてたんじゃない？そんなに夜更かししていたら、もう身長伸びないよ。それは、なんか楽しそう。小学生の頃は、ゆきなりくんの方が身長高かったのに。こんなに差ができちゃうんだってね。ね、なんか中学生超えたあたりから一気に伸びる子いるよね。ちゃんと俺も毎日牛乳飲んで身長伸ばす努力してるよ。というか身長のことは気にしてるんだから言わないでよ。ふう、意地悪してごめんね。ちょっとからかってみただけだよ。あ、チャイムだ。あ、学校からチャイムの音が聞こえる。早く行かなくちゃ、遅刻しちゃう。僕先に行ってるからね。とどういう状況なんこれ。あ、ともやくん、待って。行っちゃった。ともやくん、どんだけ足早いんだ。足長いからな。そういうわけじゃない。ねえ、ともやくんってば。は、起きた。よかったな。誰にも襲われてないっぽい。今のは夢か。まさか、大きくなったともやくんが出てくるなんて。ともやくんが高校生になるまで生きてるなんて。絶対に、ありえないのに。わあ、そうだよな。俺最初の頃散々ともや疑ってたのに、今度今、しょうまは疑ってっかんな。疑う人間ちょっと統一した方がいい気がする。俺は小学生の頃、親友である彼がいじめられていた時、彼を見捨てた。今でもあの日のことは忘れられない。あの日以来、俺は彼と話をしなくなり、結局他の友達を作り、そこで遊ぶようになった。彼はまた、一人ぼっちでいじめられる日々が続いた。その後も、何度か彼がいじめられている現場に出くわしたが、俺は目をそらした。だって、怖かったから。ともやくんはじっといじめに耐えながら、俺の方を見ていた。だけど俺は、結局、ともやくんを助けることはなかった。そして、それからしばらくして。うわぁ。ともやくんは学校の屋上から飛び降りて自殺した。俺が小学校4年生の頃だ。この経験がその後ずっと俺を苦しめることになる。俺は逃げた。その事実が心に暗い影を落とした。いや小学生よ、言うて。勇気も出ずに、友達を見捨てて逃げた。それ以来、俺は逃げるということに敏感になった。そして全ての不安や恐怖から逃げるようになってしまった。それは年齢を重ねても変わらなかった。そしてあの事件の時も俺はいつも通り逃げたんだ。ともやくん、俺は。お、りんたろう、何してるの？ゆきなりくん。何もしてないよ。うわ、りんたろう、
いつの間に。驚かしちゃってごめんね。何度か名前を呼んだんだけど、ゆきなりくん考え事してるみたいで、返事してくれないんだもん。こいつまさか俺を殺そうとして、狼なの。僕は狼じゃないよ。もし本当に狼だったら、寝ている君を殺すだろ。言えてる。それはそうか。で、何か用？ちょっと世間話をしに来ただけだよ。あ、問い詰めに来たんだよ、これ。世間話？そういえばさ、ちえちゃんすごかったよね。え？こんな状況で、りっちゃんを殺さない選択ができるなんて、僕は考えもしなかったよ。そうだね。ねえねえ、君は、狼になったら、ちえちゃんみたいに殺さないって選択ができる？俺は絶対できないと思う。それは、俺は一度、美咲さんを殺すのを踏みとどまった。あ、そっか。踏みとどまって自殺しようとしたもんな。じゃあ、ゆきなりもある意味脱出条件満たしてる的な。でもそれは美咲さんを殺したくなかったからじゃない。人を殺すという行為が怖くて、現実から逃げただけだ。最初からリスさんを殺さないと選択したちえさんとは違う。もし、俺がもう一度狼を引いてたら、誰かを殺すのだろうか。それとも、自殺してまた逃げようとするのだろうか。ゆきなりくん。はっ、なんか顔色悪いよ。大丈夫？なんでもない。ほーん。ねえ、ゆきなりくん。もしかして、君、羊を殺そうとしたことがあるの？バレとるー！バレてるよー！バレてるところで、ちょっと時間いいところまで来てるから一旦終わろうかな。それでは。